The Jungle Book is a 1967 American animated musical comedy film produced by Walt Disney Productions, inspired by Rudyard Kipling's book of the same name. It is a 19th Disney animated feature film directed by Wolfgang Reitherman. It was the last film to be produced by. Walt Disney, who died during its production. The plot follows Mogi, a feral child raised in the Indian jungle by wolves, as his friends Bagheera the panther and Baloo the bear try to convince him to leave the jungle before the evil tiger, Shere Khan, arrives. And this year, in 2016, a remake film of The Jungle Book was released in North America on April the 15th, 2016. It became a critical and commercial success, grossing over $947 million, making it the third highest-grossing film of 2016. My wife and I went to a theater to enjoy the film last night, which was so fantastic that we could feel very much close to Walt Disney himself, since we could know that his philosophical ideology is still alive in the film. Sakuya, 2016 8月17日の夜、Wife とディズニー作品のジャングルブックを見てきました。ウォルト・ディズニーの哲学的思想がそのまま生きている素晴らしい映画でした。前作のジャングルブックはウォルト・ディズニーの遺作となりました。2016年に公開されたジャングルブックはそのリメイク版ということになります。 広し林、浜松ハママシティ、ジャパン。もしもですよ。もしも猿が火を持ったら、その森はどうなるでしょうか。それがこの映画の主題であると私は 感じました。猿が火を持ったら森は火の海になってしまうでしょう。至る所で火事が起き森は全滅します。もしもですよ。が、もしもですよ。 一人の人間が、一人の人間がですよ、核兵器を持つことができるようになったら、この世界はどうなるでしょうかあもしもですよ、世界はそれで終わってしまいますね。それを私は、ウォート・ディズニーは、 ジャングルブックの中で言いたかったのではないかと判断しています。その証拠があります。この少年の持っているトーチに注意してください。このトーチはニューヨークの自由の像のトーチと大変よく似ています。 少年はこのトーチを持って森の中を走ります。左が自由の像のトーチです。みんな少年が持って走るトーチです。比べてみてください。基本的なコンセプトは同じです。基本的なコンセプトは 同じです。つまり、このジャングルブックの中に表現されている統治は、自由の像の統治を明らかに意識しているということになります。つまりこれが、ウォールト・ディズニーの哲学的なイデオロギーということになります。私は、その イデオロギーを今度の2016年度版に感じることができました。大変素晴らしい映画です。皆さんもぜひご覧になってください。Bye for now. According to the Scottish Rite of Freemason, the 33rd degree is an honorary degree bestowed upon a Mason who has done good works for the fraternity. But it is known that though what did belong to a boys club in his youth called Demon Ray, which is sponsored by Mason Lee, but never joined the fraternity, Walt was not a 33rd degree mason, and he was not ever a mason of any degree. But I, would like to say that Walt Disney was more than that, or he was high above masonry. Walt Disney was free Yoku Someことはよく知られています. その精神はフリーメイソンをはるかに超越していました。ウォート・ディズニーはその初期の作品においてフリーメイソンのシンボルマークを随所に織り込みました。特に Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目は様々な場面で使われています。現在アメリカの1ドル札の裏にもそれが描かれています。また、 ウォート・ディズニーは33という数字にこだわっていたようです。自宅の番地も33番地だったようです。33というのはフリーメイソンのスコットランド派が名誉称号として与える数字です。聖書の世界でも意味のある数字ということになっています。ヤコブには33人の息子と娘がいました。ダビデオは33年間 世界を統治しました。イエスは33歳で十字架にかけられました。一般的には33という数字はフリーメイソンの世界では最高位の位を表す数字とも言われていますが、ウォルト・ディズニーはその33という数字にこだわっていたということになります。が、大切なことはそうした表面的なことではなく、ここにも書いたように、ウォルト・ディズニーは そうした組織そのものをはるかに超越した存在であったということです。もっと言えば人間は一つ、世界は一つ、神々は一つであるということを見抜いていました。だからウォート・ディズニーはこう歌い上げたのです。It's a small world after a l l つまりね、世界は小さいんだよ、と。世界にはね、笑っている人もいるけど、 泣いている人もいるんだよ。希望を持っている人もいるけど、ビクビクしている人もいるんだよ。みんなが助け合うことはたくさんあるんだよ。今こそみんながそれに気づくべき時なんだよ。だってね、小さな小さな、本当に小さな世界なんだからね。たった一つの太陽と月しかないんだよ。 あなたが微笑めばみんなと友達になれるんだよ。いくら高い山があってもね。いくら深い海があってもね。結局は小さな小さな、小さな世界なんだよ。小さな小さな、小さな世界なんだよ。結局は小さな小さな、小さな世界なんだよ。 According to the official website of Walt Disney Production, it's right that Bold Mountain is actually based on a real mountain in Slovenia, Mount Triglav. It is where the supernatural dwell, as well as the Black God himself. The Bold Mountain has always been known as a source of darkness in the Disney Fantasia since the sequence in Fantasia. What it writes here is, however, a lie, since there is no mountain in Mount Triglaf, Sylvania, a mountain which resembles the Bold Mountain in Fantasia. Why and why? Walt Disney Productions Yoreba Disney の代表作である ファンタジアの中に出てくるボールドマウンテンはスロバニアにあるトリグラフ山であるということになっています。そこは黒い神のみならず超自然が住むところだそうです。ボールドマウンテンはディズニーの一連のファンタジアの中では暗黒の源泉としていつも描かれています。しかしトリグラフ山のどこを探してもボールドマウンテンと同じあるいはそれに似たような山はありません。 ないものはないのです。いくら探してもありません。つまり、このディズニーの公式発表は嘘ということになります。が問題はなぜこのような嘘が書いてあるかですね。理由は簡単。これはウォートディズニーにとってもその向こうに致命的な謎が隠されているからです。つまり、嘘を書いてまで隠さねばならない重大な秘密がそこに あるからです。広し林、浜松ハママシティ、ジャパン。 It is very strange to know that Walt Disney drew the same Devil's Mountain in his work, Fantasia, the same mountain as a mountain in the Annunciation painted by Jesus Christ after fifteen hundred years under the puppet name of Leonardo da Vinci. Both are the same Devil's Mountains, about which only I, Hiroshi, Hayashi, know. This indicates two alternative possibilities. One is that, Walt copied the mountain in the Annunciation. Or, another one is that, both mountains were painted by the same artist, or Jesus Christ after 1500 years and after 2000 years. Walt Disney was 代表作ファンタジアの中で1500年後のイエスが描いた受胎告知の中に出てくる山と同じ山を描いています。ダヴィンチなる操り人形が描いたのではありません。1500年後のイエスです。共に悪魔の山です。受胎告知の山が悪魔の山であることを発見し、それを知っているのは私、林博だけです。ここが重要です。 ウォートディズニーはファンタジアの中で悪魔の山を描きました。悪魔の山です。一方、1500年後のイエスは受胎告知の中で同じく悪魔の山を描きました。その中に表現されているマリアとガブリエルなる天使は1たす1イコール1の魔女です。その証明は別のところで私、林博士がしましたが、その受胎告知の中に出てくる山は ウォートディズニーの書いた山と一致します。左右反転はしてありますが、一致します。つまり、ウォートディズニーは、受胎告知の中に書いている山が悪魔の山であることを知っていたことになります。が、そのこと、つまり、受胎告知の中に書かれている山が悪魔の山であることを発見したのは、私、林博士であって、私がそれを発見するまで、それを知っていた人はいません。 もちろん、ウォルト・ディズニーですら知り得なかった事実です。となると、可能性は二つです。わかりますか一つは、ウォルトが1500年後のイエスの描いた山をコピーしたか、あるいは2000年後のイエスがウォルトを操り人形として悪魔の山、つまり、ボールト・マウンテンを描いたかの、どちらかだということになります。広瀬林やし、浜マセディ。 ジャパンここが重要ですからもう一度画面を見ながら説明します。左の山が受胎国知の中に表現されている山です。そして右下二人の人物に注意してください。これはですね、1たす1イコール1の手法でですね、二人の人物合わせて一人の魔女、すなわちマリアであることを示しています。林宏氏が証明しました。そしてみんなですね、ウォルトが 代表作、ファンタジアの中で描いた、ボールズマンです。なわち、悪魔の山ということになります。この両者は全く同じということになります。ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。全く同じです。となりますと、ウォルトは左の絵をコピーしたかということになりますけれども、しかし、ウォルトはこの山を同じく悪魔の山として表現しています。となると、ここでおかしなことが起きるわけですね。えー、受体告知の中の山がですね、悪魔の山であると、 証明したのはこの林博士であって、私以前には誰も知らなかったはずです。もちろん、ウォートディズニーも知る良しもなかったことですね。が、なぜ、ウォートディズニーはですね、この山を悪魔の山としたかということになります。なあち、悪魔の山であることを知っていたということになります。となりますと、ウォート自身がですね、書いたのではなくて、もう一人その上の人物、なあち、千 500年後のイエスではなくて、2000年後のイエスによって指導され書かれた絵ということになります。もう一度繰り返します。左の時代告知の山はですね、これは1500年後のイエスによって書かれた絵ということになります。そして同じく2000年後のイエスが右の絵を描、えー、いたということになります。共に同じ山で同じ悪魔の山ということになります。ウォートゼジ s in t h 底なしに深いということになります、えー。続く動画、どうかご覧になってください。Bye for now! And reach an unreachable s t a r w a t Disney knew what Da Vinci w a s ディズニーはダビンチの正体をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作、ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、このファンタジアの中には大変奇妙な 山が出てきます。悪魔が住む山です。これがその山ですけれども、ボールド・マウンテンと呼ばれています。これがあのファンタジアの次第にもなっているわけですね。言うなれば悪魔城です。これ反転しました。これと同じ山がですね、 実はレオナウド・ダ・ヴィンチの絵の絵中にあるのです。これが、えー、受胎告知といわれているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね書いた絵の中でもその中央に書かれているのがその山なんですなぜウォート・ゼリニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山としたのでしょうか 百分は一見にしかず、皆さん自身で比べて、見比べてみてください。左がダヴィンチの受胎告知の中の絵です。右がディズニーのファンタジアの中の山です。ほんのわずか書いてありますけども、基本的な構図は同じですね。それで、ディズニー自身はですね、この山を、スロベニアの山を の中の一つを書いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山、スロベニアにス,スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山で私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。二日ぐらい。 二日ぐらいというか、二日かかったぐらい、まあ、それほど大きなね、あの山じゃありませんので、あの、調べれば、調べられるんですけど、二日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身もでは、一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアの、スロベニアのですね、トゥリーグラブ山です。似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。 あのまあ、これがあのデ,ィのディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリーグラブ山、この中の山の一つをですね悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね、ただ山というのは見る角度によって、非常にのか姿を変えますから。あの その辺は注意が必要です。ですから、まあ、点を打ち、四方八方から調べてみました。が、同じような山は見つけることができませんでした。が、ミズさんという方からですね、大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました。まあ、この山、あのピラミッドがですね、いわゆるダヴィンチの絵の中のピラミッドにあ、山に似ているというわけです。で、調べてみました。 これがそのピラミッドなんですね。高さが551メートルあります。海の中の部分を含みますと、おそらく1000メートル近い、こうした山なんですね。ピラミッドなんですね。で、皆さんこれ見られて、自然のものだと思いますか私は自然のものに、自然にできたと思う方がおかしいと思います。溶岩の山なんですね。先がとんがっています。いかにもという山なんですね。 ピラミッドなんです高さが今も言いましたように551メートルですよ。551メートルですよ。海面から。火山がのみでできた島群の中では最も大きいものであると。どうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよね。これがダ・ヴィンチの絵です。で、この今、 ボールスピラミッドと比較してみますと確かによく似てるんですねそこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして描いたかということなんですよねダヴィンチは私はこの島をモデルにして描いたというふうに確信していますそれには2つの理由がありますがその理由はもう少し後で説明させていただきます 皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それを真似て、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山を、ボールズ・ピラミッドを真似て描いた。オーストラリアのですよ。 その理由はですね、というか、皆さんた,ただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけども、その理由はですね、この地図を見ればわかるんですね。フロレンスから、まあ、フロレンスね、フェレンツェアです。から、カタツジュータに線を引きます。で、カタツジュータから、ボールズピラミッドに線を引きます。共に、極めて重要な、まあ、キーポイントですね。 そこでもう一度ダヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタツジュータですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。 この山とダヴィンチの洞窟の聖母の中に書かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してください。ただし絵ですから全く同じ、上の方が、ね、全く同じというわけではありません。これがカタトゥジュータです。すなわちダヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね。まあ、他に似たような山,山があるならですよ。 イタリア、フレンチの近くに、それはまた紹介してください。私が調べた限りありませんでした。で、ラビダヴィンチはですね、カタツジュへ来ていたわけですねそ。その証拠はこれなんです。と同時に、ボールスピラミッドにも来ていたと。それが先ほどの受胎告知の絵であると。 飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけども、ここが南極、下へ行くと南極。ボールズピラミッドはここにあります。そしてナンマドールはここにあります。真上が北極ですね、当然。そしてタミューマシフという世界と言いますか、太陽系最大の火山がここにあります。ムー大陸がこの近くにあって、何かのか形でね、沈んだということは十分考えられます。これがタミューマシフの火山です。巨大ですね。 そして、カタツジュータは、言うまでもなく、拠点中の拠点ですね。ここから、えー、隣のウルウル、そしてマウントコーナーをつなぎますと、一直線上に、うん、一直線上ですよ、大地のモリア島へと向かうわけです。このように全てが計算されていますが、これで、まあ一つの、なんて言いますか。 ダヴィンチの描いた山の謎を、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて真似、真似て描いたと断言していいですね。 構造を見てください。下のようえ、山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォルト・ディズニーはダ、ダヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.